はいどうも、キスケです。今回ですね、ライバルズ実況始めていくんですけども、公式生放送より、カードのバランス調整が、確定であると、そういった情報が入ってきたので、今回はですねそちらの方をちょっとね喋っていこうかなと思います。はい、でそのバランス調整の詳細が、こちらです。はい、3月第4週、19日から23日の間に、まあ、実装予定と、第2弾のカードだけではなくスタンダードパックのカードを含め全体の調整を実施しますっていうことで、まだですねそのどのカードがナーフされるとかの、情報は出てないんですけども、今回ですねなんと、バフもあると、バフっていうのは情報修正ですよね。つまり、前まで弱かったカードが、強くなって帰ってくると、そういった調整も入るらしくて、まあ普段はですね、こういったカードゲームナーフって聞くと、まあ強かったカードが弱くなって、まあ全体のバランスを保つっていうのがほとんどだと思うんですけども、今回はねなんと情報修正もあると。はい、どのカードが強くなるのか、もうそれはね非常に楽しみですよね。で今回はですね、どのカードがナーフされるか、まあ皆さんねライバルズランクマッチとか回ってると、まあ大体目処は立ってるのかなと思うんですけども、そちらの方をですね一緒に、まあ、考えながら、僕が思うところをちょっとね発表していこうかなと思うんで、よろしければお付き合いください。それではですね、まあ僕が、ナーフされてほしい、一番ナーフされる可能性が高いんじゃないかっていうカードをちょっとね一緒に見ていって、まあ、皆さんのちょっと意見を聞きたいなって思うんですけども、まあ一番ナーフしてほしいのはですね、いないな、これです、これです。はい、鋼のソロ版、まあ、トルネコ専用の武器カードになるんですけども、これが、まあ、僕自身一番ナーフされてほしいなっていうカードになってます。はい、で、まあ、その理由といたしますと、まあ、皆さんはですね結構いらっしゃったのが、モミジとドラムのナーフが一番多かったんですよね。ツイッターであのアンケート取って、どれが一番ナーフされそうですかっていうアンケートを4択で取ったんですけども、まあ、一番多かったのがドラムで、次がモミジだったっけな、でその2枚が多かったんですけども、僕は一番ナーフされそう、してほしいカードはこちらなんですよ。鋼のソロ版。で、まあ、やっぱりね、今の環境、モミジドラムっていうコンボが非常に強いじゃないですか。もうトルネコ一強時代といっても、過言ではない、コンボなんですけども、そのモミジを安着させて、ドラムで決める過程にあるのがこいつなんですよね、鋼のソロ版。例えばですね、テンポゼシカで、アグロトルネコと戦ってみると、妖術師を鋼のソロ版1枚のみで、まあ、返されるっていう盤面がね、まあそういう経験をされたことがある方多いんじゃないでしょうか。でソロ版だけでやっぱりね、中堅のユニットが取られてしまうことによって、やっぱりモミジからの、ドラムが綺麗に決められてしまうわけですよね。なので、モミジドラムをナーフしたところで、この鋼のソロ版が、居座り続けるのであれば、もうそれはねもうトルネコ一強時代は特に変わりはないんじゃないかなと思うんですよ。まあモミジドラムがナーフされることによって、まあ試合ペースはですね、まあ少しは遅くなると思うんですけども、結局のところ鋼のソロ版もね、遅くなるにつれて強化されて、まあ大型ユニットに対応できるほどの攻撃力を持つわけですよね。なのでやっぱりね鋼のソロ版をナーフしないことには、モミジも止められないし、ドラムも止まらないと。なのでねやっぱり一番ナーフしてほしい、ナーフされそうなカードは鋼のソロ版一択なんじゃないかなと
思ってます。はい、お次はですね、まあ皆さん、想像通りこちらですね、もみじ小僧、うん、でこのカードより、まあ、鋼のそろばんナーフした方がいいと思うんですけども、まあこちらのカードがナーフされるのであれば、もみじ小僧一体を出すっていう効果を、まずなくす、うん、なくすっていうのは、一番最初は0から始めるっていうことですね。うん、でスキルブーストの数によってプラス1体増えていくっていう感じです。はい、でこのもみじ小僧初っ端、5コステンションスキル1回も回さずに使うと、まあ22がね2体並ぶことになるんですけども、それをなくしてあげる。うん、テンションスキル回してない状態でこいつを出すともうこいつだけっていう状態にしてあげることによって、まあ試合のペースはまあなかなか落ちるんじゃないかなと思ってます。はい、でお次のカードは、こちらですよね、戦いのドラム。こちらも、同じでもみじ小僧と同じで、このね攻撃力プラス1っていうのを、初期、テンションスキルブーストを一度も回してない状態で、0としてあげる。うん、でスキルブーストを積むたびに、1上がっていくっていう効果にしてあげることによって、まあまあこちらもね、試合ペースは下がっていくんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、まあちょっとね僕説明下手くそなんですけどもね、全ての味方ユニットの攻撃力プラス1っていうのをまず0にしてあげる。うん、でスキルブーストの数によって、攻撃力を上げるっていう効果にしてあげるだけで、まあ、試合ペースは遅くなっていくのかなと思ってます。はい、でちょっとねさっき言いそびれたんですけども、鋼のそろばんをナーフするのであればどういう形になるかっていうと、まあこちらも一緒ですよ一緒、初期の攻撃力を0にしてあげる、もしくはコストを1上げてあげる。うん、それだけで、本当にね今いろんなリーダーがねランクマッチで見られるじゃないですか。うん、ククールも、前回よりはね、レジェンド行った方がいらっしゃったので、まあ、ククールもね程よく増えてきてますよ。うん、でアリーナもやっぱりね、テンション回してモリーにつなげてあげたり、メガトンケールにつなげてあげたりと、結構ねいろんな戦い方ができるので、アリーナもそれほど少なくはないと。うん、アリーナもですね実際にウィークエンドトーナメントで優勝されたし、ククールも準優勝されて、なんならねククールでレジェンド行かれた方もいらっしゃるので、結構ね今のランクマッチの環境は、まあ、どのリーダーもバランスよくいるのかなと思うんですけど、それより飛び抜けて多いのがやっぱりトルネコとゼシカ。うん、なのでお次にナーフした方がいいなっていうカードはですね、ゼシカの、これですよ、これ早読みの杖。うん、でこれをナーフすると、1コスとにしてあげる。うん、0コスっていうのが本当によろしくないと思うんですよね。うん、でまあ妖術師自体はですね、まあ、あのカード単体では働かないカードなんで特にナーフする必要はないのかなと。うん、で何が一番凶悪かというと、妖術師早読みイオであったり、うん、妖術師早読み何かであったりで、そういうね、早読みの杖を挟んだコンボが非常に凶悪なので、うん、このね早読みの杖を、1コストにしてあげるだけで、まあ、本当にねテンポゼシカもより一層ねプレイングが難しくなるし、まあ今ほど猛威を振るうこともなくなるのかなと思ってるんですよね。うん、僕自身今回ねナーフされそうだなって思うカードは以上の4枚ですかね。はい、以上の4枚で、バフがあるわけですよ今回調整でね。いや今までにないことですよね。うん、強くなるカードがあると。はい、でそれを聞いた瞬間にやっぱりね一番強くしなきゃいけないのはククールだと思うんですよね。うん、ただね今の環境ククールがねそれほど弱くない、まだ戦えてるっていうことがですね証明されてきてるので、まあね大幅な強化はねちょっとそんなにできないと思います運営さんもね。うん、そんなに弱くないと思うククールは今。うん、で何を強化するんだろうっ
って思った時にやっぱりね全然使われてないカードとかあるじゃないですか。妖精の祝福、これですね僕使われたこと一度もないし使ったことも一度もないんですよね。うん、なのでまあランクマッチで使ってる方っていうのはすごく少ないと思うんですよ。うん、なので例えばこの妖精の祝福を、HP をに回復ではなくて、回復した分カードをドローとか、うん、そうするだけで、やっぱりねククールのドローソースの、低さっていうのが今まで目立ってきたんですけども、まあ、そうしてあげることだことで、まあ、このカードも使われてくるようなカードになるんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、ただねドローソースが乏しいって言ってもやっぱりねどんぐりベビーからの癒しの風、これでね2ドローできるわけですよね。うん、なので意外と今のククールカード引けちゃうんですよね。うん、なのでね結構難しいところがあるんですよねやっぱり。うん、ともし火こそを強化するって言ったってもうこのカードはもう今のままで十分強いんですよ。十分強い、そうですね。特にね今の環境結構いい環境だと思うので、まあ、そんなね大幅に強化することはないのかなと。まあ、やっぱり強化するのであれば共通カードになってくるのかなと思います。はい、でやっぱりね全然全く使われてないカードやっぱりあるじゃないですか、いっぱいね。こんなカード僕見たことないよランクマッチで。うん、であったりこいつとかね。こいつ僕ランクマッチで一度だけ見たんですけども、うん、こいつとか、あとはねそうですね結構使われてないカードあるよね。なんだろう、サボテンボールとかも全然見ないですよね。全然見ない灰男とかね。これどうやって使うんだと。うん、これ本当にかわいそうなカードでミニアにね、いるじゃないですか、キラーグースみたいなね鳥、キラーグースだっけなんだっけな、サンサンの鳥いるじゃないですか。あ、キラーグースですね。うん、こいつと比べてみてください。こいつと比べてみてください。その差はもう歴然でしょう。うん、そうですね、このぐらいになるのかな。他に強化されるようなカードって言ったらなんだろうな。まあ新しい環境に合わせてね、いろんなカードのスタッツが上がっていくって、あ、そう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 、強化してほしいのはこれですよ。これ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 強化してください、運営さんお願いします。これ強化してください、本当によろしくお願いします。あのね新カード新環境で5コス55がね王道になった今、5コス34の弱さは皆さん存分に分かると思うんですけども、今日この効果ですよね、能力ランダム2マスに、死亡させる、これをですねせめて確定1体でいいんで、確定1体でいいのでそれぐらいの強化はちょっとね許してほしいかなと思うんですけど、どうでしょうかね。はい、でねドラムをナーフされないのであれば不思議なタンバリンの強化もちょっとね、欲しいのかなと思っています。やっぱりね同じ楽器でもこうも違うとちょっと悲しくなっちゃいますよね。うん悲しくなっちゃうね。そうですね、これぐらいですかね。まあいろんなカードがあるんですけども、まあ、今回強化もあるということで、すごいね神対応なのかなと思うんですけど、まあ、皆さんどれを強化してあげたいですかね。うん、まあ、ナーフの話になってくるとやっぱり今猛威を振るってるトルネコのカードから、まあ、選ばれることがほぼ確実なのかなと。あとゼシカかな。うん、その2枚が多分一番多いと思うんですけども、バフとなるとちょっとね想像がつきづらいところがあるんじゃないでしょうか。うん、なのでちょっとねぜひとも皆さんコメント欄で、このカード全く使われてないしこうした方がもっと今の環境に合って、いろんなデッキで採用されて、強いんじゃないかっていうのをですねちょっとぜひともねコメント欄でお聞かせください。はい、それではですね、よろしければですね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録は画面右上の僕のアイコンから、その他もろもろ動画出してますんでね、よろしければぜひご覧ください。Twitter の方、概要欄に URL 貼ってるんでね、よろしければフォローの方お願いいたします。それでは良き。
ドラクエライフを。バイバイ。